最近動きがなくてつまらんなみたいなそうです3万円頭にあのちょっと超えますけど、うん、落ちますね,ねでもちょっとやばいなとかちょっと思ったのが一生思ったのが野村の子会社が2200億円やっちまったぜっ、ね、あ,あれまだ1枚目の皮めくっただけですよねそうですねそんでその後そうですね三菱 UFJ 証券とあとスイスなんかクレディスイスとかっていうやつの ねがババ引いてんじゃねえかっていう話になってますけど、うん、これなんかややこしいことにならなきゃいいですけどね。まあなんかね、で、実を言うこのブログの人によるとね、2009や98年には LTCM っていうあの。 すごいノーベル賞を取ったような人がやってたやつが破綻したんですけど、その時にはめちゃめちゃナスタック指数とかドキャー続けて、もう大変だっていうことがあったらしいんですよね。でもその後急反発して、うん、まあ大暴騰に入ったっていう形だったんで、これだけでそのままさようならっていう感じではないのかなっていう状態であります。なるほどただですね、これね、<え>この問題ね、いろいろコメントツイッターとかブログとか見てたんですけど、 正直な話、分かってる人がほとんどいないっていう、これ、<laughs> 何が起こったの,って,っ,たのっていうのとどうと、巨額損失はいいんですけど、うんあの、なんでそんな巨額損失になったんだっていうのが、全く分かんないです。うんうん そそうそうなんかね、全力2階建てさめると、なんかとりあえず、レバレッジぶっかけてやってた人が、華々しく散ったっていう、すごくわかりやすい形で、まとめてあるんですけど、説明で,いいえでも今、切な言葉じゃないですよねなんかですね、どうも、あのゲームストップでしたっけ、あのアメリカで、めちゃめちゃ上がった、あ<ー>あいうのに絡んで、やべえことになったんじゃねえかっていう、まあ噂ですよ。<ー>うん、結局、また、れも噂レベルそうそう、噂なんです何も正確な情報がないんですよ。 なくてこれいつも,も,の,ものすごくこう相場分かってそうな人たちもあんまり黙ってるっていうかあんまりはっきりしたこと言わないから誰もわかってない状態みたいでだからこれからどうなるのかっていうのは正直のところ、うん、うんってこのまままたあっちこっちがやばいやばいっていうのが,いうのがどんどん出てきてダーっと下がるのか結局対岸の火事で終わっちゃうのかっていうのがまあ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  ね、まあ難しいですね。ねただこういうなんかそのそこの、ね、パパ引,き引くっていうかこうたい担当してた証券会社やそういう担当のところがこれからどんどん俺何億損したとかっていうのがだん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 か出てくるみたいですね。う,ーんうん。う、ま、ん、あ。そんなわけで、ね、とりあえず今とか様子見っていうか分かった風な顔しとくぐらいしかやり方がないっていう状態ですね。危険だな。 危険ですよ,よくわからん。<laughs> よくわか,からんものって危険ですよね。わかんないの危険です。だからといって、<ー>じゃあ全部資金あ撤退するかってっていうほどでもなさそうだし、まあ、思いっきりレバレッジかけて<ー>仕掛けてるんだったら、ちょっとレバレッジ落とした方がいいかなとは思うんですけど。あのー、リーマンショックもすぐ,で、うん、すぐ来なかったじゃないですか。来なかったですね。 うん、だから半年ぐらいあとに、なんか、ね、なんかちょっと決算しようかなと思ったら、やべっつって、金集まんなかった、さよならとかっていう感じで。ところ、しばらくはごまかしますよね、うん。うん、そうそうそう。今もね、あの別に損したじゃなくて、損するよ、ね、予定っていうか、あのそうなりそうですっていう話であって、確定ではないらしいんですよね。その野村の 2, 万2億2億二千万っていうのはまあ、多分いろいろ。 ドル円とかもろもろでいろいろ変わってくると思うんですけど、そういうのがいろいろ出てきてるんで、よくこう、ったなっていう話があるわけですよ。<えー S 1> でもそんなとこかな。2兆円規模のお衣装がかかるんですかそうなんですよ。なんか、いやいや、そのお衣装、払えるやつ、この世にいないでしょ。 1.5 <laughs>、ね、兆円にして2兆円分のおっしゃが来ているっていう <laughs> あの、なんか何しろ史上最高額で破綻なんじゃない、個人での破綻、個人なのかな、まあ、ほとんどが個人資産だったみたいな話を書いてありましたけど、うんうん、ねだから、レバレッジかけて死ぬとこうなるんだよっていう話ですよね。うん、まあそれはでもあれ、今の、うん、今に始まったことじゃないですよね。 オクトレーダーでも何人も結構一夜にしてお衣装かかってっていうの何回かね聞いたことありますよね。だからだいたいテレビでニュースになるじゃないですか。<laughs> 一日でこんな損して、うん、もう明日から挟んですみたいなね。うん、ねこういう20万円を4000万ぐらいにしたのが8000万ぐらいお衣装食らって退場みたいなのがまたピンとくるかもしれないですね。<laughs> うん <laughs> 基本的にこうなるっていうことは、資金管理できてないってことじゃないですか。うん、<laughs> まあ、なんですけどね。結果を見たらそういうことになっちゃうんですよね。ただ、ここまですごい増やしてるから、ものすごい絶妙な資金管理だったのかもしれないただただ、結果的には最後にはやられちゃったっていう話ですか、うん、それだったらあれじゃないですか。うん、どっかのシフのトレーダーが、私、今、プラ5万ですって言ってるほうがか <laughs> ね <laughs> ま<あ>ね、<laughs> ただまあ何でしょうこれはまあ分かりやすく解説してくれてるとか面白くするとこんな表現になるけど真実のことはなんかいまいちみんなピンときてないなっていうことだけは分かってるって状態ですね <laughs> あんまり分かんない話ってつまんないですよねそうなんですよね噂とか妄想しかできなくてかつ自分の話に合わせるとなんかちっちゃい話になっちゃうんで次行きましょうかはい次行きましょうかはいこれあれですよあの野村 うん、今、買えるでしょ、買い。ああ、そうか、野村中,中,、えー、中期で言えば、野村。野村中長期買また下がってしたっけね。野村。野村さん。ホールデンス。あら、今日も下がって、んあ、なんか、えっ、ー、と、1日ではあ、ずいぶん下がってますね。1ヶ月の、6ヶ月、1.2年,年。まあね、2年ペースで見るとまだ上の方ですけど、直近のこう上げてたやつをぎゅっと落ち,落ち込んだので、拾うにはちょうどいいですよね。 まだ,まだちょっと早いかもしれないもうちょっと。でも、そう言ってると結局、買い場ってなくなるんで,なんですよ。ここ最近、あの結構下の方に差し根張ってても来ないですよね。そのまま戻っていっちゃうんで。はいはい、そう。まあ、別に野村さんも、これ2200 22億でも赤字になるわけでもなさそうなんで、まあ、死にゃしないかなとは思ってるんですけどね。 まだ隠してんのあるのあかな時価総額いくらですか、野村のえーっと、時価総額は、えー、っと、これは何歩だえー、っと下、下2桁数字取ったら、そうすると1兆8854億円ですか、ね、いや、2兆円、2兆円の時価総額のうちの10%損って感じ。 まあそうですね、2000億だったら、えらいこっちゃではありますが、2000億だったら、そういうことですよね、そうですね、まあまあそうですね、致命傷じゃないかもしれないうんね、まあ、頑張れるかれなこれ、時価総額が1000億か2000億ぐらいの会社だったら、もう、たぶアウトです。即死ですね。い。多分ね、要はいくら引き当てがあるとか、要は内部があるとか言っても、多分アウトだとね。 だからまあ直近ちょいとね、一つ一つ仕込みして、もっと下がったらまた仕込むように余力は残しといてっていう感じでやるで今には600円か550円ぐらいですね。うん、じゃあ500円割るかどうかぐらいがそこになるのかなって感じ、ね。じゃなないかなって、ね、直近チャート的に見てもまあね、まあまあまあ、その辺際ですかね。そそ、ね、そううで、5年か10年待てばいいわけでしょ。そうそうそう、また似たようなことをしてない限り大丈夫じゃないかなって。うん さすがになないかでもね、損失の穴埋めって大変ですよ。意外とね、うんあの、赤字ってね、翌年の利益食るんです。うん、うんね、だから今年出した赤字って来年埋めなきゃいけないじゃないですか。まあ、今年中に急に戻せるわけはないですからね。 そう今年中に戻せるっていうことは利益倍にならないといけないわけですよ。もともと予定してた利益。もともと予定してた利益吹っ飛ばしてさらに赤字なわけでしょ。うん、それって多分、3年かかるんだと思うでしょ。ね、下手する下手すると10年仕事ですよ、うん。まあそれをね、株価でどう見るかというと、まあ今のところこの辺で止まってるんで。ででうん、まあ、まあ買いですね。まあ、ね、買い。まあちょい一つまみ、ちょっとつまみ食い買いですね。うん 全力で行ったらダメですけど、ね、まあちょっとお遊び程度ね、お遊び1回は。結構ね、100株単位だから全然お手軽に買えるから。ああいい、ね、いいですよね,ね。野村さん、いい感じって。そうそうそうまあそんな話であり掲示板見たら散々書かれてましたよ掲示板はもうそういうところですからね。不 <laughs> 安を吐き出すんでしょう、ね。<laughs>